こんにちは、バッキーです。先日ご紹介いたしました100均セリアで購入できるスマホ差し込み型の VR ゴーグル、これね、このまんまでも十分に楽しめるんですけれども、ちょっとね、ここのおでこの部分に油がついちゃったりとかね、不満な点もあるので、100均の材料を使って改良していきたいと思います。新規で購入してきたものはこちらの2つです。 VR ゴーグルと同じ100均セリアで購入してまいりました。まずはこちら、フリーバンドと書いてあります。マジックテープで留めることができるゴムですね。ここがね、マジックテープになってるんですよ。それともう一つ、雨戸やサッシなどに使ういわゆる隙間テープですね。今回防水タイプのものを購入しました。この2つを使って VR ゴーグルをバージョンアップしていきましょう。まずはね、ここおでこが直接当たっちゃうのと、この鼻の周り、ここもね、直接当たっちゃうので油染みができちゃってます。で、まずはこちらの隙間テープをここに貼っていって、直接肌に当たってしまうところをこれでクッションをつけてあげようということですね。もう適当に切ってペタペタ貼り付けていけば OK だとは思います。このクッションがね、この防水タイプのやつだと結構いい感じだと思うんですよね。別に大きさは正確じゃなくて大丈夫でしょうからね。こうね、これでおでこに当たるところが OK だね。あとどうすかな、この鼻のところ、この下だけくっつければ多分ここは当たらないと思うんでね、簡単にしちゃいました。こうね、こういうことね。いいんじゃないですかね。これだけで多分十分効果ありだと思います。それでは次のステップです。フリーバンドは1個だけ使います。で、今回はもう簡単にしちゃいます。これね、頭の後ろでこうペタッと貼り付けて手ぶらで遊べるようにしたいなと思うので、まずはこれ半分に切っちゃいます。こういうことですよ、こういうこと。これをどうやってここに装着しようかなと思ったんですけど、もう簡単にホチキスで留めてしまおうと思います。ちょっと心配なので何箇所か多めにやっときましょうか。こういうことですよこんな感じで、あと長さ調節はこの後ろでやればいいんだもんね。で、あとはね、この頭の上にかけようかとも思ったんだけど、ちょっと一旦これで、多分ね、これでもいけると思うんだよな。じゃあ最後の仕上げ、このね、スマホを入れるここ、このままだとスマホがツルツル滑って動いちゃうので、こういった輪ゴムを用意しました。これちょっと太めのやつなんですけども、多分普通のやつでも大丈夫かと思うんですけど、この輪ゴムをここに引っ掛けます。ここね、ここに輪ゴムを引っ掛けるとスマホをこう装着しても横にずれない、滑り止めになってるってことですね。ほら、落ちてこないでしょ。で、クッションがあって、これで頭の後ろに固定すると、これでだいぶそれっぽい VR ゴーグルになったんじゃないですかね。じゃあ見てみます。こういうことだね。今まではこう手で持ってたんですけども、バンドで止めてしまってハンズフリーで見れます。これで VR のゲームとかでもこうコントローラー持って遊べるってことですよね。ちょっとやっぱね、鼻のここが当たりますね、この部分がね。ここにちょっとクッションつけますかね。あとはね、今このただ見るだけだったりとかコントローラーで遊べるやつはいいですけども、画面タップが必要なアプリで、カードボードでは上のところにこう画面をタップできるボタンがあるんですけども、ちょっとね、それを作ろうと思うとめんどくさいので、簡単な方法で解決しようと思います。鼻のここがね、やっぱりちょっと当たっちゃうので、こういう感じで鼻のとこ、本当はね、綺麗につなげた方がいいのかもしれないけど、これなら直接鼻当たらないから痛くはないですね。それともう一つ改良点、スマホの画面をタップしたいので、もうここに物理的に指突っ込める穴を開けちゃおうかなと。これは自分の指に合わせて開けるような感じですかね。よいしょ、横から指を突っ込んで画面をピッピッとタップできる。
多分ね、これぐらい穴開いててもね、明かりが入ってくるとかっていうのはそんな気にならないと思うんですよ。はい、ということでこれで本当に100均セリアの VR ゴーグルを同じくセリアで買ってきた材料を使ってバージョンアップできました。これね、カードボードアプリってメニュー画面とか画面タップが必要なんですけど もう物理的にピッとタップできちゃいますね。いいっすね。その鼻に当たるところも痛くなくなったし、こう傾けてもゴムがあるから滑って落ちてこないし、ハンズフリーで楽しめます。映画を見たりとかもできるし、これで本当に VR ゴーグルっぽい感じになりましたね。いや、もうこれね、かなり快適に遊べますよ。100均の VR ゴーグルに隙間テープとこのゴムバンド、あとは輪ゴムは適当に用意すればいいと思うし、こういう太いやつがなければ普通の輪ゴム3本ぐらいはめときゃいいと思いますしね。これでだから300円ぐらいで割とちゃんとした VR ゴーグルになりました。皆さんも夏休みの工作としてちょっと改造して楽しんでみてはいかがでしょうか。いや、いいね。300円で割とちゃんとした VR ゴーグルになりましたね。大成功。